2024セリーグ順位予想暫定。強いて言うなら役がギャンブル要素強いか。鉄板の通して。役高すぎ編。西潤、西行、青柳のどれか一人は復活するやろ。確率的に。まあ AB はこれでは枯れそうやな。横浜は宮崎と牧かなり活躍して3位やからな。セリーグの順位予想ほぼ外れるのヤクルトのせいやろ。阪神1、巨人2だけは絶対ないと言い切れる。今まで一度もない。巨人もっと上やろ。来年は今年と違って初っ端から内野が完全体でやれるんやし。阪神1、巨人2は固いと思う。広島とヤクルトが3位4位、横浜と千里が最下位争い。ネタ抜きに一番ヤバいの横浜なのは間違いない。先発投手を考えると巨人エリガだと。マシンガンしないの条件付き。割とありそうではあるが、阪神1位巨人2位って歴史上一度もないのよね。前剣が抜けた広島が優勝した例もあるし、主役が抜けたから弱くなるとは限らん。ヤクルトは村上次第やと思う。来年また三冠王になるなら2位やな。阪神連覇は考えれんけど、阪神以外が下でどんぐりやから予想難しい。二桁勝利できる投手が阪神しかおらんやん。主力が抜けたら逆に強くなるって結構あるあるじゃね。村上大竹がまぐれかもしれんからな。阪神は何とも言えんわ。別に阪神も連覇できるほど絶対的な戦力ではないからな。今年良かった選手の多くが実績ないし。全評判で最下位予想の広島が今年は2位だったしな。横浜界に予想してるけど結局3位に入るかもしれん。阪神、ヤクルト、横浜、広島、巨人、中日。もう一つ絞れ言われたら、横浜の優勝はない。次が2036年なので横浜一着は外す。阪神坂本離脱したら連覇逃しそうではある。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。